はいどうもこんにちは、瀬袋です。今回ですね、この脱出ゲーム過去屋台っていうのをねやっていこうと思います。ですね、秒針を噛むっていう曲のリクエストを受けてるんですけど、そちらの方は今軽く喉が潰れてるんで、声が治り次第随時投稿していこうと思うんで、あと1週間くらい待ってください。お願いします。というわけでやっていきましょう。巷で噂の都市伝説過去屋台。その屋台は後悔している過去に一度だけ戻ることができると言われている。戻った過去を変えるも変えないも本人次第。しかし謎を解かないと過去から永遠に出られないとか。やばいじゃん。俺がね、なんとかして解決していきましょう。で、都市伝説があるんだけど知ってる？いや知らないね。なんでも青い提灯を吊り下げてるとか、まあただの都市伝説なんだけどね。そりゃ興味深いね。ところでお客さんにも後悔してる過去ってのあるのかい？乗れんか先も。ああ、あるよ。変えられるものなら変えたい過去がね。てん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 。それじゃあ変えてみるかい？後悔している過去。青い提灯でいいな。チクタク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 。あれ、さっきまで屋台で、ここ俺の母校、昨日飲みすぎたかな。こんなとこにボール出しっぱなしで先輩に怒られるぞ。ものはないかなと。これ俺と同じ名前のだ。それにこのストラップも新垣亮太さんなんですね。これで吹けんじゃない？あ、ちょ、ごめん、こうか。記念ボールか。物質に飾っておかないと。やっぱりこうでなくちゃ。これで何かあるとかではないんですね。わかんない。あ、わかった。左から順番に押せばいいってことじゃないですか。違うんだ。見てたら何か起こるとかでもない。鍵がかかっている。あ、違う。なんだろう。嘘、ここで。5回押すみたいな。ちょっとわかんないっすね。いや難しいな。グラウンド、物質、ここしかないんすもんね。え、絶対これがなんかあると思うんだけど、何も動かないしな。第4回全国高校野球大会、野球選手権大会。めっちゃ今画面タップしてるけど、何もないんだよな。鍵がかかってるだけ、アイテムはない。積んでね。ちょっとカットします。多分。はい。ああ、違う。ああ、めんどくせえな。つぶやくツイート。はい、切ってします。わかんないんだけど。
絶対これだと思う。あ、わかった。1,2,3,4,5ってことね。はい、じゃあここまでスキップだな。1,2,3,4,5。開いた。密室。死亡届け提出の締め切り。お前どこにいたんだよ、探したぞ。え、かつき、え、お前なんで、なんで、怖いな。ほら、練習するか、早く来いよ。一体どうなってるんだ。スタージクリア。うるさい広告。じゃあ次行きますか。これ面白いなシリーズですね、僕。好き。ピッチング練習するか別の丘の鍵取ってこい。お酒を詰めたんだろ。ああ、もういくつだっけ。あ、俺、18だろ、大丈夫か、準備できて、声かけろ。お、お、とりあえず気をつけっか。感じね。うん。靴にはこれどうやって行けばいいの。ああ、下がありました。気持ち悪い顔やな、俺やだな、こんな顔。はい、ペン。あ、書いてあった。1,2,1,3,2,1,3。めっちゃ簡単やな、これ。鏡ってことね。E.I. なんだ、ちょっと待って。あー、ちょっとどっちから受ければいいんだ、これ。ちょっと待って。むずい。覚えるのがめんどくさい。E.I.E.I.S. か。名前にか、鍵の番号書いてあると独特なセンスしてんね。鍵名前みたいな。E.I.S.E.I. OK!開けていく。鍵。鍵で開けて、おお、ミッド、懐かしいな、早くしないとカズキに怒られるって。こいつすごいな、よくこんな対応できるな。投げた、パシッ、遅っ。ちょっと待って、俺の弾取れるのお前だけだと思う、カズキ。俺は過去を変えたくて持ってきたんだ。あ、俺もバッテリー組むからお前しかいないと思う。これゴミ場に捨てたってて。死亡届けた。俺、行ってくるよ。ああ、待ってるからな。はずき、ありがとな。これで何か変わったの？寝ちゃってたのか。いや、ちょうどよかった。お客さんのヒーローインタビューが流れてるよ。へえ、面白い面白い。それじゃあね、次回の動画で続きをやりたいと思うんで、また会いましょう。バイバイ。